笑ってよ、君のために。笑ってよ、僕のために。僕たちは小さな船に、悲しみという荷物を積んで、時の流れを下ってゆく。船人たちのようだね。君のその小さな手には、持ちきれないほどの悲しみを、せめて笑顔が救うのなら、僕はピエロになれるよ。笑ってよ、君のために。笑ってよ、僕のために。と誰もが同じ川のほとりを歩いている。僕らは別々の山をそれぞれの高さ目指して、息もつかずに登ってゆく山人たちのようだね。君のその小さな腕に、支えきれないほどの悲しみを、せめて笑顔が救うのなら、僕はピエロになろう。笑ってよ、君のために。笑ってよ、僕のために。いつか本当に笑いながら話せる日が来るから、笑ってよ、君のために。笑ってよ、僕のために。笑ってよ、君のために。笑ってよ、僕のために。はい、今夜もね、さださんの独自のソネットを歌ってます。じゃあ、まずはね。笑ってよ、君のために。笑ってよ、僕のために。僕たちは小さな船に、悲しみという荷物を積んで、時の流れを下ってゆく船人たちのようだね。君のその小さな手には、持ちきれないほどの悲しみを、せめて笑顔が救うのなら、僕はピエロになれるよ。笑ってよ、君のために。笑ってよ、僕のために。きっと誰もが同じ川のほとりを歩いている。僕らは別々の山をそれぞれの高さ目指して、息もつかずに登ってゆく山人たちのようだね。君のその小さな腕に、支えきれないほどの悲しみを、せめて笑顔が救うのなら、僕はピエロになろう。笑ってよ、君のために。笑ってよ、僕のために。いつか本当に笑いながら話せる日が来るから、笑ってよ、君のために。笑ってよ、僕のために。笑ってよ、君のために。笑ってよ、僕のために。はい。じゃあ今日もね、YouTube でライブ配信したいと思います。じゃあ行こうかな。まだ明日からお仕事ね。今日は海の日で、YouTube で祝日ね、休みでしたね。いろいろ見てたの。いろいろ動画見てた。キリがないね。登山系でいろいろ見てた。面白かった。カホさんとなんだっけ、あの子。チュートリアルなの男の子のコラボね。見たら可愛かったね。可愛いな、あの子ね。福井さんね。可愛いな、あの人ね。チュートリアルの福井さんもね。今日も YouTube でライブ配信。来週行くぞ、天沢君。天沢君、来ないぞ。ああ、もう今週起きれなかったもんな。仕事が疲れちゃってな、どうしてもない。しょうがないね。葛飾の生存確認。2022年。
月の18日月曜日、海の人もまたのしねえのしね、あなたに会えてよかった。あなたには希望の匂いがする。つまずいて、傷ついて、泣き叫んでも、爽やかな希望の匂いがする。街は今、眠りの中、あの鐘を鳴らすのはあなた。人は皆悩みの中、あの鐘を鳴らすのはあなた。あなたに会えてよかった。愛し合う心が戻ってくる。優しさやいたわりや触れ合うことを信じたい心が戻ってくる。街は今砂漠の中、あの鐘を鳴らすのはあなた。人は皆孤独の中、あの鐘を鳴らすのはあなた。街は今砂漠の中、あの鐘を鳴らすのはあなた。人は皆孤独の中、あの鐘を鳴らすのはあなた。はい、こんばんは。今夜はね、和田アキ子さんのあの鐘を鳴らすのはあなたを歌いました。2022年7月の18日月曜日、海の日の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に動画アップしてます。はい、こんばんは。どうも、小手さんどうもね、こんばんはね。せやさんどうも、うん、ありがとう、うん。せやさんどうも、たいきさんこんにちはね。今夜は何だろう、お楽しみね。うん、じゃあもう一回回そうまで行こうか。今夜あの鐘を鳴らすのあなた。あなたに会えてよかった。あなたには希望の匂いがする。つまずいて、傷ついて、泣き叫んでも、爽やかな希望の匂いがする。街は今眠りの中、あの鐘を鳴らすのはあなた。人は皆悩みの中、あの鐘を鳴らすのはあなた。あなたに会えてよかった。愛し合う心が戻ってくる。優しさやいたわりや触れ合うことを信じたい心が戻ってくる。街は今
砂漠の中、あの鐘を鳴らすのはあなた。人は皆。孤独の中、あの鐘を鳴らすのはあなた。街は今、砂漠の中、あの鐘を鳴らすのはあなた。人は皆、孤独の中、あの鐘を鳴らすのはあなた。はい。歌詞がいいね。この歌詞を追っててさ、僕のことを歌ってるみたいね。オカマじゃないよ。ね。うん。ほんとこの歌詞ね、あなたに、あ、あの鐘を鳴らすならだって。待って、あなたに会えてよかった。僕が自分に言われてるみたいね。あなたには希望の匂いがする。確かにそうね。僕自分で言うのなんだけどさ、僕は希望の匂いするもんな。つまずいて、傷ついて、泣き叫んでも、爽やかな希望の匂いがする。ほんと僕のことみたい。そう、まあな感じ。この歌詞がね。本当、僕のこと歌ってるみたいね。うん。あなたに会えてよかった。愛し合う心が戻ってくる。優しさやいたわり、触れ合うことを。信じたい心が戻ってくる。本当、僕のことみたいね。うん。あれ、どうも。あ、道化師もいいね。ブルースター、ごめんなさい。大したそれわかんない。今夜、今はね、もう今日温めるだけでもう温まってあるからね。いいね、なかなか歌詞がね。うん。じゃあ、今度これでね、本当。そんな思いからもう一回、僕のこと歌ってると思うので、皆さんこの歌詞を追ってくださいね。あの鐘を鳴らすのあなた、ワンスモア。あなたに会えてよかった。あなたには希望の匂いがする。つまずいて、傷ついて、泣き叫んでも、爽やかな希望の匂いがする。街は今、眠りの中。あの鐘を鳴らすのはあなた。人は皆、悩みの中。あの鐘を鳴らすのはあなた。あなたに会えてよかった。愛し合う心が戻ってくる。優しさやいたわりや触れ合うことを。信じたい心が戻ってくる。街は今、砂漠の中。あの鐘を鳴らすのはあなた。人は皆孤独の中。あの鐘を鳴らすのはあなた。街は今、砂漠の中。あの鐘を鳴らすのはあなた。人は皆孤独の中。あの鐘を鳴らすのはあなた。いいね、これね。じゃあ次これいこうか。あの鐘を鳴らすのはあなたでした。次はこれいこう。野島伸司さんだ、差し込んだね。ライオンハート、ね。君はいつも僕の薬箱さ、どんなに、どんな風に僕を癒してくれる。笑うそばからほら、その笑顔。泣いたらやっぱりね、涙するんだね。ありきたりな恋、どうかしてるかな。君を守るため、そのために生まれてきたんだ。呆れるほどにそうさ、そばにいてあげる。眠った横顔、震えるこの胸、ライオンハート。いつか、もし子供が生まれたら、世界で2番目に好きだと話そう。
君もやがてきっと巡り合う、君のままに出会った僕のようにね。見せかけの恋に嘘を重ねた過去、失ったものはみんなみんな埋めてあげる。この僕に愛を教えてくれたぬくもり、変わらない朝は小さな胸エンジェルハーツ。見せかけの恋に嘘を重ねた過去、失ったものはみんなみんな埋めてあげる。この僕に愛を教えてくれたぬくもり、君を守るためそのために生まれてきたんだ。呆れるほどにそうさそばにいてあげる。眠った横顔震えるこの胸ライオンハート。はい、どうも、カニムロさん、こんばんは。今歌ったのライオンハートね、スマップちゃんのやつね。ありがとうな、みんなね。うん、じゃあ、今度これ行こうか。青春時代行こうか、森田光一とトップジャランさんです。はい、どうもこんにちは。卒業までの半年で答えを出すと言うけれど、二人が暮らした年月をなんで測ればいいのだろう。青春時代が夢なんて後からほのぼの思うもの。青春時代の真ん中は道に迷っているばかり。二人はもはや美しい季節を生きてしまったか。あなたは少女の時を過ぎ、愛に悲しむ人になる。青春時代が夢なんて後からほのぼの思うもの。青春時代の真ん中は胸に棘刺すことばかり。青春時代が夢なんて後からほのぼの思うもの。青春時代の真ん中は胸に棘刺すことばかり。はい、いいね。青春時代思い出したから。ガンダーラム、あ、今度ずっと歌うね。ありがとうね。勝彦さん、どうも。うん、今度もね、青春時代思い出しながら、今度はこれ行こうか。若い頃を思い出しながら。下町の空に輝く太陽は喜びと悲しみ映すガラス窓。心の痛むその朝は足音しみる橋の上。ああ、太陽に呼びかける下町の恋を育てた太陽は縁日に二人で分けた丸い雨。空気さえ聞けず別れては祭りの午後の懐かしく。ああ、太陽に涙ぐむ
下巻の屋根をぬくめる太陽は貧しくも笑顔を消さぬ母の顔、悩みを夢を打ち明けて、老人も幸せの来るように、ああ太陽と今日もまた。これは倍賞さんのね、下町の太陽ね。あ、どうもこんにちは。山城さん、どうもね。どうもね、つまんない人どうぞ。こんにちはね、どうもね、こんばんはね、マックナックさん、どうもね。山城さん、どうもね、好きなこと書いていいからね。いや、僕も好きなようにやってるからね。いつものようにさりげなく生存確保の一環としてライブ配信やって、平等もね、じゃあ今度ね、これ行こうかな。今度青春時代のこと思い出したら。でもね、島なんで、島割り？なんだろう、これ。読めないよね。でもね、うん。今度も今度青春期のことを思いながらこれ行こうか。青い山脈行こうか。どうもね。若く明るい歌声に、なだれは消える花も咲く。青い山脈、雪割り桜。空の果て、今日も我らの夢を呼ぶ。古い浮気よさようなら、寂しい夢よさようなら、青い山脈、バラ色く燃え、憧れの旅の乙女に鳥も鳴く。雨に濡れてる焼け跡の名もない花も降り仰ぐ。青い山脈、輝く峰の懐かしさ、見れば涙がまた滲む。キキも夢見た、母も見た、旅路の果てのその果ての、青い山脈、緑の谷へ、旅を行く若い我らに鐘が鳴る。じゃあこれは青い山脈ね。じゃあ次はこれ行こうか。僕らはきっと待ってる、君とまた会える日々を。桜並木の幹の上で手を振り叫ぶよ。どんなに苦しい時も君は笑っているから、くじけそうになりかけても頑張れる気がしたよ。霞ゆく景色の中にあの詩の歌が聞こえる。桜桜、今咲き誇る、切なに散りゆく定めとしてさらば友よ。旅立ちの時、変わらないその思いを今
今なら言えるだろうか、偽りのない言葉、輝ける君の未来を願う本当の言葉。移りゆく街はまるで僕らを急かすように、桜桜ただ舞い起きる、いつか生まれ変わる時を信じ、泣くな友よ、今百別の時、飾らないあの笑顔でさ、桜桜いざ舞い上がれ、永遠にさんざめく光を浴びて、さらば友よ、またこの場所で会おう、桜舞い散る幹の上で。どうもね、うん、小さな才からしょうがないね、こんばんはね。お嫁様もいいね。じゃあまずね、その前に今度も青春のことを思い出しながら、今度これ行こうか。青春ソング、今度これ。グッバイ青春、行こうか、グッバイ青春、長渕さんね。じゃあまずはどうもね、うん、グッバイ青春、いいことなんかなかった季節に夢だけ置き去りに、白い手紙を破り捨てれば白白こぼれてくそうパズルのようさ、グッバイ青春、答えを探して当てのない風に吹かれて立ち止まる、夜明け間近に膝を抱えて懺悔の追っかけ、なんとか酔えないみたい、誰のせいでもなくて背中がとても寒くて、俺の抜け殻だけが急に舞う、ライ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 、ああこのまま悲しみよ雨になれ、ああこのまま悲しみよ雨になれ、グッバイ青春、いったいくつもの涙を流せば君の胸に刺さる、窓の向こうに朝が届けば東のあたりはため息みたいに白い、グッバイ青春、退屈なんて置き込んだ時の言い訳だったんだね、熱い思いはただの幻、こぼれた私に打ち砕かれたシルエット、誰のせいでもなくて背中がとても熱くて、俺の抜け殻だけが急に舞う、ライ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 、ああこのまま悲しみよ雨になれ、ああこのまま悲しみよ雨になれ。はい、どうもね、これはグッバイ青春。じゃあ最後青春ソングこれで見ようか。今度長渕さんでこのね、トンボで締めようか、トンボ。コツコツとアスファルトに刻む足音を踏みしめるたびに、俺は俺であり続けたい、そう願った裏腹な心たちが見えて、やりきれない夜を数え、逃れられない闇の中で今日も眠ったふりをする、死にたいくらいに憧れた花の都大東京、薄っぺらのボストンバッグ、北へ北へ向かった、ざらついた苦い砂を噛むと、ねぎ伏せられた衝撃さが、今頃になってやけに骨身にしみる、ああ幸せのトンボよ、どこへお前はどこへ飛んでゆく、ああ幸せのトンボがほら舌を出して笑ってら、明日からまた冬の風が横
つらを吹き抜けてゆく。それでもおめおめと生き抜く。俺を恥じらう。裸足のまんまじゃ寒くて凍りつくような夜を数え。だけど俺はこの街を愛し、そしてこの街を憎んだ。死にたいくらいに憧れた東京のバカ野郎が、知らん顔して黙ったまま突っ立ってる。ケツの座りの悪い都会で行き通りの酒を垂らせば、半端な俺の骨身に染みる。ああ幸せのトンボよ、どこへ、お前はどこへ飛んでゆく。ああ幸せのトンボがほら舌を出して笑ってら。ああ幸せのトンボよ、どこへ、お前はどこへ飛んでゆく。ああ幸せのトンボがほら舌を出して笑ってら。どうもね、うん、ありがとうね。せいじさんがどうもね。じゃあ、さっきコメントにあった、これいこうか。コメントにあったね、なんだっけ。こっちはね、あ、クラスジビって、あ、ちょっとわかんない。あ、3年目の脇もね、その前にこれあったね、さっきね、なんだっけ。3年目の脇か。あ、お嫁サンバか。お嫁サンバ行くね、お嫁サンバね。お嫁、郷ひろみさんのお嫁サンバ行こうか。恋する女は嫌いさ、決してお世辞じゃないぜ。ため息交じりの頬についこの手伸ばしたくなる。あの街この街日が暮れて、あの人この人ウェディングベール花の咲くのはこれからなのに、つぼみのままでいいわというの。ちょっとちょっと待ってよ、ちょっと慌てないでお嫁サンバ。女はいつもミステリー、行かないでお嫁サンバ。一人のものにならないで、ああ、それが大事だよ。一二三バ、二二三バ、お嫁お嫁お嫁サンバ。あの時この時燃え上がり、あの人この人ハネムーン、花の命はこれからなのに、花びらさえも散らすというの。ちょっとちょっと待てよ、ちょっと慌てないでお嫁サンバ。女はいつもミステリー、行かないでお嫁サンバ。一人のものにならないで、ああ、それが大事だよ。一二三バ、二二三バ、お嫁お嫁お嫁サンバ。慌てないでお嫁サンバ。女はいつもミステリー、行かないでお嫁サンバ。一人のものにならないで、ああ、それが大事だよ。一二三バ、二二三バ、お嫁お嫁お嫁サンバ。どうね、正義さんどうもね、うん、ありがとうね。じゃあ今度これ行こうかね。今度これ行こうか。今度ゴーヘルミさんのこの歌。
じゃあ、マルタン、さやか一人でどうぞ。哀愁のカサブランカよくわかんないけど、哀愁のカサブランカ。抱きしめるといつも君は洗った髪の香りがした。まるで若すぎた季節の香りさ、結ばれると信じてた。セピア色した映画が好き。優しくて悲しい愛があるから、スクリーン見つめて濡れたその頬を僕の肩に押し当てていたね。風吹く胸が探してる君のため息ぬくもり。Please come back to me. もう二度とあんなに誰かを愛せない。大人の恋をしたと聞いた。新しい名前になったと聞いたよ。でも僕の心のスクリーンの中、君がはしゃぐ、君が泣いている。2人合わせた恋でも夢が変えたね、あの頃。Please come back to me. 僕たちは一つの季節の主役さ。風吹く胸が探してる。君のため息ぬくもり。Please come back to me. もう二度とあんなに誰かを愛せない。あんなに誰かを愛せない。はい。哀愁のカサブランカで、これで、じゃあ今度それ行こうか。男の子、女の子行きましょうか。デビュー曲がちょうど50年前だね、男の子、女の子。君たち女の子、僕たち男の子、ヘイヘイヘイ、ヘイヘイ、おいで遊ぼう、僕らの世界へ走って行こう。幸せ探すのは任せてほしいのさ、ヘイ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 、夢があふれる一度の人生、大事な時間。青空に日が光る、明るい風の中、髪をなびかせて、ゴー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 。微笑む女の子、見つめる男の子、へい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 、愛の雨降る一度の人生、大事な時間。泣いてる女の子、振り向く男の子、へい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 、胸が震える一度の人生、大事な時間。あの瞳、好きなんだ、花見が上がるんだ、二人で手を取り、ゴー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 。男と女の子、心が触れ合えば、ヘイ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 、おいで急ごう、僕らの世界へ、裸足で行こう。はい、レンコンさん、どうもね。これは男の子、女の子ね。うるせえから歌わなくな。どうもね。しょうがないね。はい、こんにちはね。歌ってます。じゃあ、今度これ行こうか。3年目の浮気、さっきコメントあったね。じゃあ、3年目の浮気。誰か女の子がさ、万引き捕まったね。何年か前ね、これね。広島の時号ね。3年目の浮気。広島の時号か。ね、そう、あって万引きって困ったんだね、この人も。確かに。
か言ってんじゃないよ。お前と俺は喧嘩もしたけど一つ屋根の下暮らしてきたんだぜ。バカ言ってんじゃないよ。お前のことだけは一日たりとも忘れたことなどなかった俺だぜ。よく言うわ、いつも騙してばかりで、私が何にも知らないとでも思っているのね。よく言うよ、惚れたお前の負けだよ。モテない男が好きなら俺も考え直すぜ。バカ言ってんじゃないわ、バカ言ってんじゃないよ。遊ばれてるのわからないなんてかわいそうだわ。三年目の浮気ぐらい大目に見ろよ。開き直るその態度が気に入らないのよ。三年目の浮気ぐらい大目に見てよ。両手をついて謝ったって許してあげない。バカやってんじゃないよ。本気でそんな荷物をまとめて涙を見せずに旅立てるのかよ。バカやってんじゃないよ。男はそれなりに浮気もするけど本気になれない可愛いもんだぜ。よく言うわ、そんな勝手な言葉があなたの口が出てくるなんて心疑うわ。よく言うよ、いつも甘えてばかりで、焼きもき焼いても可愛くないぞ。大人になりなよ。バカやってんじゃないわ、バカやってんじゃないよ。私にだってその気になれば相手はいるのよ。3年目の浮気ぐらい多めに見ろよ。開き直るその態度が気に入らないのよ。3年目の浮気ぐらい多めに見てよ。両手をついて謝ったって許してあげない。3年目の浮気ぐらい多めに見ろよ。開き直るその態度が気に入らないのよ。3年目の浮気ぐらい多めに見てよ。両手をついて謝ったって許してあげない。あ、どうもね、矢川さん、どうも。これは3年目の浮気。じゃあ今度これ行こうか。じゃあデュエットつながりで、ね、今度これ行こうか。デュエットね。大阪ラップで行こうか。海原千里丸ちゃんですね。あの子も可愛かったな、ね。大阪千里ラップで行こうね。あ、どうも頑張ってね、うん。あの人もこの人もそぞろ歩く酔いの街、どこへ行く二人連れ、御堂筋は恋の道、映画を見ましょうか、それともこのまま道頓堀まで歩きましょうか。七色のネオンさえ甘い夢を歌ってる。宵闇の大阪は二人連れ恋の街。昨日よりまた今日は別れづらくなりそうよ。恵比寿橋宝禅寺どこも好きよ二人なら嬉しいはず。でもあなたといるときなぜだかこの胸痛んでくるの。見せ明かり懐かしく甘い夜を呼んでいる。宵闇の大阪は二人連れ恋の街。覚えておきます、小さなことまであなたと過ごした大事な夜は七色のネオンさえ甘い夢を歌ってる。宵闇の大阪は二人連れ恋の街。はい、ゆうはさん、どうもね。今だったのは大阪ラフさんで、じゃあ今来たみたいなんで、じゃあまだ歌うからね。じゃあ次はこの歌いこうかね。今度はこの歌、
何がこうしぐれか、何がこうしぐれ。このずっとね、何がこうしぐれ。はるみちゃんのやつだからね、何がこうしぐれ。岡千秋さんと、脈はるみちゃんのやつ。可愛かったな、あの頃な。早いもんだな、これ。ありがとうね。ゲイのためなら女房も泣かす。それがどうした？文句があるか？雨の横丁、宝禅寺。何はしぐれか？寄せ囃子。今日も読んでる、今日も読んでる、ドアホーハールダンギー。そりゃワイワホや。酒もあおるし、女も泣かす。せやかて、それもこれもみんな芸のためや。今に見てみ。ワイは日本一になったるんや。日本一やで、わかってるやろう、ハマ。なんや、その辛くさい顔は。酒や、酒や、酒こうてこい。そばに、私が。ついてなければ何もできないこの人やから泣きはしません辛くともいつか中座の花になる惚れた男の惚れた男のでっかい夢がある付き合うて一緒になった仲やないあなた遊びなはれ酒も飲みなはれ。あんたが日本一の話し家になるためやったら、うちはどんな苦労にも耐えてみせます。凍りつくような、うちの裏で。耐えて花咲く、夫婦花。これが俺らの恋女房。あなた、私の生きがいいと。笑う二人に、なにわの春が来る。梅ちゃんどうもね。赤いリンゴって何だろう、赤いリンゴって。リンゴの歌のことね、リンゴの歌が。じゃあリンゴの歌行こうか。ね、そうね、リンゴの歌ね。じゃあ今度はリンゴの歌行こうか。赤いリンゴに唇寄せて黙って見ている青い空リンゴは何にも言わないけれどリンゴの気持ちはよくわかるリンゴかわいいやかわいやりんご。あの子よい子だ。気立てのよい子。りんごによく似たかわいい娘。どなたが言ったか嬉しい噂。軽いくしゃみも飛んで出る。りんごかわいいや。かわいやりんご。朝の挨拶、ゆうべの別れ。愛しいリンゴにささやけば。葉は出さずに小首を曲げて、明日をまたねと。かおりんごかわいいやかわいいやりんご歌いましょうかりんごの歌を二人で歌えばなお楽しいみんなで歌えばなおなお嬉しいりんごの気持ちを伝えようかりんごかわいいや
かわいいやりんご。あ、こんばんは。かりんごさん、この後よ、もうすぐね。今度はこれ行こうか。りんごの次はね、バナナ行こうか。バナナの歌ね。今度はこれ。りんごの次バナナ行くね、バナナ。バナナンボ、バナナンボ。男の子の気持ち、はてな。わからないの。男の子の気持ち、はてな。不思議ね、変なの。真っ赤な夕日が起きたら不機嫌ね。せっかく二人で渚に来たのに。さっきはあんなにはしゃいでいたけど、仕方がないわね、天の邪鬼なの。くるり背中向けて少年のままで。こんな風に友達でいるのは僕は嫌だよ。あぜんバナナの涙。瞳にキラリと光るバナナの涙。責めてるのね。女の子の気持ち微妙。どうしましょう。女の子の気持ち微妙。焦るわ、参った。砂浜しゃがんだ姿勢で、拗ねたまま。そのわけ大きく指で書いてる。恋人みたいにイチャイチャもいいけど、恋ってそんなに甘くないのよ。バカね、こっち向いて、髪をかき上げて、とっておきのキスをしてあげるわ、世話が焼けるね。バナナの涙、素直で入れたらいいね。バナナの涙、果実のまま、青いままで。男の子の気持ち、はてな、悩んじゃうわ。男の子の気持ち、はてな、お手上げ、ごめんね。バナナンボ、バナナンボ。どうも、こんにちはね。こんにちはね。どうもありがとうね。誠治さんどうもありがとうね。あ、ねじまさんどうもね。じゃあ今度これ行こうか。ね、バナナの時、リンゴバナナの時ってなんか果物つながりで。果物つ。あ、これがあったね。果物が生えてる時、これしかないね。じゃあ黄色いさくらんぼ行こうか。黄色いさくらんぼ。若い娘はうっふん、お色気ありそうでうっふん、なさそうでうっふん、ありそうでうっふん、ほらほら黄色いさくらんぼ、つまんでごらんよワン、しゃぶってごらんよツー、甘くて渋いよスリー、ワン、ツー、スリー、黄色いさくらんぼ。若い娘がうっふん、三人揃えばうっふん、ぺちゃくちゃうっふん、ぺちゃくちゃうっふん、コロコロ黄色いさくらんぼ。お熱い話に、おしゃれな話に、へえ、おいしい話には、ワン、ツー、スリー、黄色いさくらんぼ。若い娘はうっふん、お脈がありそうでうっふん、なさそうでうっふん、ありそうでうっふん、なんだか黄色いさくらんぼ。触っちゃいやいやワン、離しちゃいやいやツー、ふざけてすましてスリー、ワン、ツー、スリー、黄色いさくらんぼ。マミちゃんどうもね。どうもありがとうね。じゃこれは黄色いさくらんぼだ。じゃ
これは果物はもうこれしか思いつかないね。じゃあ今度これいこうか。関白宣言を関白宣言。関白宣言。久しぶりに比べた話ですね。久しぶりだな、関白宣言。お前を嫁にもらう前に言っておきたいことがある。かなり厳しい話もするが、俺の本音を聞いておけ。俺より先に寝てはいけない。俺より後に起きてもいけない。飯はうまく作れ。いつも綺麗でいろ。できる範囲で構わないから忘れてくれるな。仕事もできない男に家庭を守れるはずなどないってことを、お前にはお前にしかできないこともあるから、それ以外は口出しせず黙って俺についてこい。お前の親と俺の親とどちらも同じだ。大切にしろ。言うとこじゅうと賢くこなせ。たやすいはずだ。愛すればいい。人の陰口言うな聞くな。それからつまらぬ嫉妬はするな。俺は浮気はしない。多分しないと思う。しないんじゃないかな。まあちょっと覚悟はしておけ。幸せは二人で育てるもので、どちらかが苦労して繕うものではないはず。お前は俺のところへ家を捨ててくるのだから、帰る場所はないと思え。これから俺がお前の家へ。子供が育って年を取ったら、俺より先に死んではいけない。たとえばわずか一日でもいい。俺より早く行ってはいけない。何もいらない。俺の手を握り、涙のしずく二つ以上こぼせ。お前のおかげでいい人生だったと俺が言うから、必ず言うから忘れてくれるな。俺の愛する女は、愛する女は生涯お前一人忘れてくれるな。俺の愛する女は、愛する女は生涯お前ただ一人。はい、関白宣言でした。どうも。オンパレードね、その朗読じゃないよね、歌ってんだよね。まあどうもね、シロップさんどうもね。今日はな長めでね、まだ19もあるのか。じゃあ今度も関白宣言の筋、これいこうか。同期のソネット、いいね、この歌ね。笑ってよ、君のために。笑ってよ、僕のために。僕たちは小さな船に、悲しみという荷物を積んで、時の流れを下ってゆく。船人たちのようだね。君のその小さな手には、持ちきれないほどの悲しみを、せめて笑顔が救うのなら、僕はピエロになれるよ。笑ってよ、君のために。笑ってよ、僕のために。きっと誰もが同じ川のほとりを歩いている。僕らは別々の山をそれぞれの高さ目指して、息もつかずに登ってゆく山人たちのようだね。君のその小さな腕に支えきれないほどの悲しみを、せめて笑顔が救うのなら、僕はピエロになろう。笑ってよ、君のために。笑ってよ、僕のために。いつか本当に笑いながら話せる日が来るから。笑ってよ、君のために。笑ってよ、僕のために。笑ってよ、君のために。
笑ってよ、僕のために。はい、これは道化師のソネット。これはいいね。サビが一番最初に来るんだね、これはね。じゃあ今度これいこうか。最後だよ、もうそろそろ最後これで締めようか。ね、これいこう。稽古の夢は夜白くて、久しぶりに行こう。稽古の夢は夜白く。赤く咲くのはケシの花、白く咲くのはユリの花。どうさちゃいのさ、この私。夢は夜しらく、15、16、17と、私の人生暗かった。過去はどんなに暗くとも、夢は夜しらく、昨日麻婆蝶と見、明日は定規か剣舞か。恋は儚く過ぎてゆき、夢は夜しらく、夜咲くネオンは嘘の花、夜飛ぶ蝶々も嘘の花、嘘を咲かなに酒をくみゃ、夢は夜しらく、前を見るような柄じゃない、後ろ向くような柄じゃない、よそ見してたら泣きを見た。夢は夜しらく、一から十までバカでした。バカには未練はないけれど、忘れられないやつばかり。夢は夜しらく、夢は夜しらく。鬼滅などもあるのか。でも、私の目的わかんないですね。鬼滅などって言ってみようか。久々だ、鬼滅など。今歌ったのはね、恵子ちゃんですね。今度は、田原の敏子ちゃんです。ね、敏子ちゃんの。鬼滅など。トシシコだけ決めずにやっていきましょうか。どうも。悩み事を隠すの案外下手だね。尻をついた姿勢で爪を噛んでる。君ばかりを見てきたからわかるつもりさ。ため息より言葉で話してごらん。ああ、もっともっと素直になれ。心の中身を空にして。涙も溶かして。素直になれ。愛が終わったわけじゃない。触れたら壊れそうな瞳だよ。今夜は片手で抱き寄せて、君のこと守りたい。月の輝いた街、踊りに行こうか。君はまつげ伏せたら、そっとうなずく。いつものように見つめ返す君で欲しいよ。横顔に微笑みを取り戻してさ、あ、もっともっと綺麗になれ。舞い上がるように華やかに今踊りながら綺麗になれ。愛が終わったわけじゃない。キスまでこんなにも遠くなる。今夜は静かに唇を指先で探してる。ああ、もっともっと素直になれ。心の中身を空にして。涙も溶かして素直になれ。愛が終わったわけじゃない。触れたら壊れそうな瞳だよ。今夜は片手で抱き寄せて、君のこと守りたい。
Tell me, 心なら Tell me, 動いてる悲しみは続かない。Tell me, いつまでも Tell me, 誰よりも抱きしめたいよ、もっと。うん。そうね、うん。松崎家の前回の息子さんどうもね、互いに寂しいのよね、どうも。あ、スターライト、じゃあ最後はスターライト閉めようか。スターライト、いや、もうそろそろ時間だから最後はスターライトで閉めます。光源氏ちゃん、ああ、かわいかった。あの子たちもかわいかったな。そうね、光源氏ちゃんね。かわいかった。光源氏したらあとね。淡いブルーの季節の中で何かを見ている。スターライト、スターライト、そんな夢は果てない。ノンストップドリーム、すれ違うたび瞳を伏せさしび、迷う心は Yes, No, Yes, No、 いつか光を求めてゆく。ほんの少しだけ勇気を持てたら、涙の数さえかっこ悪いと思わない。もうこれから夢はフリーダム、フリーダム、シャボンのようにフリーダム、フリーダム。風の色、伸ばした手のしらに届け、ローリンローリン、消えないようにローリンローリン、抱きしめて見つめたアスターライト。跳ねるステップ、弱すバラード、あの子に送るスターライト、スターライト、どんなネイル添えようか。 Only you、物語ならハッピーエンドをなぞる気持ちで、 My heart, your heart、 とても輝き出した恋さ。大人だからとか子供だからとか、言葉の魔術で愛を片付けられるのはもうごめんさ。夢はフリーダム、フリーダム、シャボンのようにフリーダム、フリーダム。風の色、伸ばした手のしらに届け、ローリン、ローリン、消えないようにローリン、ローリン、抱きしめて見つめたアスターライト。ああ、どうしてこんなに苦しいの。胸に住んでる君のこと確かめれば瞬くハイレーション、もう離さない。夢はフリーダム、フリーダム、シャボンのようにフリーダム、フリーダム。風の色、伸ばした手のしらに届け、ローリンローリン、消えないようにローリンローリン、抱きしめて見つめたアスターライト。はい、どうも。じゃあね、わかんないの、ごめんなさい、わかんないそれ。じゃあもう歌はこの辺にしてね。じゃあ今日の一杯行きましょうかね。歌はこの辺いいかな。じゃあ今日のお夜食行こうかな、この辺でね。今日ずいぶん歌えたね。お休みだったからね。また明日からお仕事頑張りましょうね。はい、どうもね。じゃあ今日の一杯行こうか。うん、ありがとうね。持ってこようか。ドライ行こうか。ドライ。ドライ行こうか。ドライ。ハイボールドライ行きます。乾杯。でもね、あれじゃないよ、うん。
今日のおつまみね、持ってこうか、今日のおつまみね。初めて買ってみたら前から気になってたんですね。豚足になって、前からスーパーしてたんだこれ。じゃあ豚足をつまんでみようみたいなやつ。ちょっと優先、今日は豚足で。まあこういうのか、初めて買った。待って、まあ袋をずっと入れといたからな。すごい袋があって汁が多いんだね、これ。汁はこれにして、たらもう一個持ってこよう。あ、匂いがいいね、豚足の煮た匂いがね。骨が多いんだよね、これね。ちょっと豚足だ。コラーゲンがいっぱいあるんだね、これね。こんな感じか。ちょっと豚足だ。食えないといいよ、骨は。骨は食べれないと思う。どうも。安倍晋三さんおめでとうね。多分昭恵さんは選挙出るかもしれない、総選挙ね、今度ね。トロトロだ、うん、骨が多いんだよね、豚足かな、こうやって骨食えるね、これね。食えちゃうじゃん、骨。軟骨なんだよ、食えちゃう。うわ、うわ。これは普通に、ね、普通に似たやつなんだ、これは。似たやつなんだ、これは。そのまんまね。醤油系か。これは長崎なんだ。こういうの長崎多いなね。この間、クジラの筋の煮たのもさ、長崎のか。あれは山口県か。売ってないよ。スーパーよく売ってるやつね、スーパーで。こういうやつね。スーパーで出た。これ400円ぐらいか。美味しいよ。うん。とろとろでうめえや。うん。あ、でも食えるんだね、これね、豚足って。煮ればね、食えるんだ。うん。わ、食えちゃう。スーパーで売ってたらしっかり煮てやっからだろうな、こういうの。しっかりは豚足は骨も食えんだね。うん、
お疲れ様ね。形がグロテスクだよね、これね。足をぶつ切りにしたわけね、豚足はね。すごいな。ポロンと取れる骨はね、こうやって。でもこれ食えちゃうんだよ、これ。食えないのもあるか。いつも食えないのもね。全部食えないか。だから食えるんだな。あ、うまい。トロトロだ。鶏皮みたいね、これね、鶏で言ったらね。うまい。マルちゃんでもう会ってないから分かんないよ。分かんないね。最近だよね、米クラブのあれはね。よく分かんないや、そういう最近のはね。うんだ。今日は豚足です。このやつ。バミール豚足。見た？足をそのままぶつ切りにしたんだもんね。これは食えそう。これは食えそうね、これは。そうなんだ。30年前で最近じゃん、平成じゃんもんね。平成は最近だよ、僕と。みんなさんそうだよね。50ぐらいの人、最近だよ、30年前じゃ。気にしませんよ、別に。入って何でもいいです。体に悪いと言うと体調の方が悪いよ、実際さ、軽いに悪いって言い出したらさ、柿食を殺して食うことで体にいいとは言えないよ、僕は。そうなっちゃうよね。僕はそう思う。だから柿食を殺して食ってる時点でもうあんま言わない方がいいぞ。僕はそう思う。人間はさ、肉体的にはさ、草食なんだけどもともと。でもいろいろあってさ、こう食ってくる。食べてるよ、お米。しか食ってないだけど。絶対そうだよ、あれ。体が悪いって言った人はさ。
気にがない、それ、本当に気にがない。だってあ、そうだ、もうついでに言わせてもらえばさ、よく最近はさ、羊バンクとか読みかける人いるよね、いろいろね。ドナーとかさ、ね、ドナー登録。でも、それには絶対マイナス伴うことあんまり言わないよね。献血もそうだよ。献血もさ、決して悪いことは全然ないけどさ、献血することによってマイナスもあるからさ、ね。体から気を抜くってことは決していいことでもないんだよ。そういう、そう、実際医学界でもそういう人いるから。体から気を抜く行為は決していいとは言えない。それをさ、大々的に言っちゃったら献血する人いなくなっちゃうか言わないけど。適当じゃないですよ。こういう考えもありますよ。うん、詳しいとき基本じゃ、どんなことにマイナス要素が伴うんだよ。どんなことにマイナス要素、プラスマイナス大事なことが伴う。だからマイナスが多いからって原子力発電をやめるのはどうかと思うんだ。うん。中華系ってそういうの多いじゃん。例えばあれ、ピータンもそうじゃん。いろんなもの使ってんだ、あれ。ピータン、美味しいけどさ。アヒルの卵つけたのって。なんかわけわかんない。あれね。いろんなもん入ってないね、ピータンだってね。ねえ、いろんなもん好き、今度ピータン。あとザーサイもそうでしょ。いろんなもん好き。でもさ、美味しいもんね。言い出した気じゃないよ。あ、そうだ。あれ、女の子がセックスしようって言ったんでしょ、あれ。よく、たまに、ね。YouTube のさ、なんだ、研修さん見るんだよ、あれね。あれ、女の子がさ、あれ、セックスしようって言うやつだよね、あれね。あれ、見たことないから、あれ、ああいうんですよ、ああいうとこでしか見ないけど。あってじゃない、あれ、女の子がさ、短期、セックスしようってやつね。そういうのしてる。うん。あってなかった。そう。そういうシーンよくあってるんだよ、あれ。誰かがさ、編集して YouTube とかアップしてるので、それで見たことある。ドラマは見た、全然ね、フジテレビのドラマ見たことあるのはね、結城奈々ちゃんの主演のウーマンドリームぐらいかな。ウーマンドリームは見たな、可愛かった。結城奈々ちゃん。あれぐらいかな。ウーマンドリーム。スティーブ・ラングが主題歌ですね、ウーマンドリーム。そうなんですよ。いいんじゃないか、僕一人なんで。一人なんで、セックスは成功だよね。一人なんで成功縁が全くない。一人だからしょ、ね、成功だよね、まあ。成功って成功の子でしょ。性の交わりだからね。一人なんで交わりようがないんだよ、一人だから。洗ってますよ、タオルは。うん、洗ってるけど、そんな、普通に洗剤で回してるだけださ、ま、そんな汚れ落ちないだけで。で、フレンドの子でしょ、フレンドの子ね。すごいよね、あの。セックスしようって言ってんだもん、女可愛くはさ、あれ。すごいドラマだよな、あれな。考えたらね、あれ。何を、うん、人間はいつか死ぬ。人間はいつか死ぬ。それいつか分かんないだけの話って僕は思った。僕だっていつか死ぬんだけど、それが分かんないんだよ。うん、死ぬのが分かんないから人生楽しくもある。考え方次第。死は大抵、すべての人は突然だからさ、ね、大抵の死は突然。いつ死ぬか分かんない。入院をしてる人だとさ、いつ死ぬか分かんないからね。うん、今現在入院してるとしてもさ、それが明日死ぬか明後日死ぬか分かんないんだ。ね、1週間先かもしんないし、5日先かそれも分かんない。いつ死ぬか分かんない。だから、人生って。豊かになるんだと思うよ。いつ死ぬか分かんないから。そうよ。
絶対いつこの世に生まれたのにいつかは死ぬからこそ人生の意味があると僕は思うんです。だから死を悲しんでばかりにしてもしょうがないんだよ。どんなにね、いろんな死に方あるよね。病死やいろんな死に方あるよね。うん、死もあるしさ、いろいろある。でもいつか死ぬのは間違いないからさ、哲学ってほどでもないんだよね。いや、これはね、豚足の骨をね、こうやって、こうやって安心できる。輪廻転生はさ、やっぱりさ、死はさ、怖さもあるからでしょ。その怖さを少しでも紛らすためにさ、生まれ変わりとか考えんだと思うよ。うん、それで死んじゃえば全部なくなるんだけどさ、それ寂しいからさ、怖いからさ、生まれ変わりを考えんだと思う人間はね。そうよ。親が普通に死んですっきり。また言っちゃったよ。よかった。まあ、いつの時代もいいんだよ。自分が生きてる時代はいいと思うよ、僕は。僕はそう思う。僕は昭和でもなんだ、僕昭和。高校1年ぐらいだもんな、昭和で。平成が一番長かった。でも、平成も良かったと思うよ、平成。平成元年あたりの出力があれだ、牧原さんだよね。牧原、どんな時もね。何じゃないです。なんだろうね。わかんない。知らなくてもいいですよ。他のこと。姉ちゃんも。今日日本だもん。まだ12時前だもんね。今日ハイボール2本目行く。そうなんだ。昨日も言ったけどね、本当夏、今夏場だから暖かいからすごいよね、若い子はね。もう布地のない服が多くてさ、若い子なんかね。はあ、恥ずかしくなっちゃうよ、見てて、本当ね。高尾ね。すごいよね、今はすごい。本当。肌の露出多い、布地の多い、少ないやつ、強く。まあ、たまんないよね、見てて。まだ気持ちが高まってしょうがないけど、僕は大丈夫よ。紳士だから我慢してるけどね。しょうがないよね。ムラムラするよね。一周か。傘がする。一周はね、これ、触りながら僕できないから一周してみようか。あ、よかった。これいいかな、一周。一周して僕には見れないからさ。どうだか一周。僕は持ってくるよ、これ。一本戻らないからね。新島か。伊豆諸島だよね。僕、動画で見たんだけどさ、一回行ってみたい島、あれ、あそこだよ、あれ。あれ伊豆諸島のさ、八丈島からさらに行く、青島だっけ。あ、行ってみたい。あそこ。二重カルデラのあそこ行ってみたいなと思ってる、青島。実際僕は手軽に行けるのは猿島だけどね。猿島は日帰りで行けんもん。日帰りじゃ行けないから、そこはね。猿島、東京湾だからね。千葉県のさ、館山なんか行くように近いからね、あそこ。館山よりも上だからね。まあ、50人もならみんなこういうもんだよ。大島遠いよ。大島となったらさ、確か8時間とかかかるんじゃない？船でさ、ね。大島遠くて仕事がある人は怖いよね。船の上でさ、まあ飛行機の人でさ、天候次第で欠航があるからさ、欠航の考えたら結構ね、休みないといけないよね。まあフリーの人はね、局地業とかフリーの仕事してるけどさ、勤めてる人はなかなかいけないよね。なかなか天候が悪化してね、さあ、船便がさ、動かないでくるし。
八丈島もっと大変だよ。余裕があったら行きたい。青島、八丈島から行く青島。あそこ行ってみたい。YouTube でさ、青島でキャンプするっていう動画見たんだ、テントワーク。いいなと思ったけど。もうそんな時間ないし、僕には。平日仕事行ってっからさ、フリーだったらいいんだろうけどさ、タカさんみたいにさ、フリーのライターさんだったらいいんだろうけど。会社住みはそんなに大丈夫ね。休みないよね。お盆休みだけって言って限られてるからさ、ちょっと不安だよね。一週間だろうね、休みじゃさ。で、船の結婚したこと考えるたらさ、せめて2、3週間ないとさ、2、3週間の休みがあるうち1週間ぐらいを、あっちに当てようとかさ、ね。あれだって、印刷工場って印刷機械かなりの額だもんね。まず難しいだろう。印刷機械だけ入れるだけでもさ。おかわり持ってくる。もう一本からだからね。日本持ってくる。今週はあれ、朝の連続テレビショーで沖縄みたいね、みんな。お盆で沖縄に行ってね。あ、ドラマか。ドラマかやってた、見ないドラマさ、分。もう最近全然 Amazon プライムでしか見なくなっちゃったよ。はい、日本名く。Amazon プライム。僕がネットで有料で払ってるのはね、Yahoo と YouTube と Amazon か。この3つ有料で払ってるかな。Google ね、Google。YouTube、Google。はい、乾杯。やっぱ Amazon はすごいよね、あれ。早いよね、見るのね。あ、少しさん、どうもね、少しならず。トンソクちゃんですよ、今日トンソクちゃん。トンソクちゃん、半分ぐらい、半分以上食ってからトンソクちゃんで。まあ、とろっとしてないんだ。食べても見えないから。まあ、まあ。普段いつもそう、せいで一歩くにおる。教えない、そういうのはね。ハゲって生まれ持ったもんだからさ、そう、どうしようもないと思うよ。生まれ持ったもんだからさ、ハゲる人は何してもハゲんだよと僕は思うよ。ここだけの話。ハゲはさ、生まれ持ったもんだからさ、僕は本当に思うぞ、何やと変わんないって。生まれ持ったもん。松崎家の前科さん、その突っかく途中なんだ。作んないですね、その気にならないから、僕は。気にならない。次は気になる人は作ればいいね。僕は気にならないからね。中井美穂ちゃん最近出てきたけど、やっぱダメなことね。やっぱ10代の頃の可愛さはないね。ほんとおばさんになってた感じね。その本当もう、やっぱ若い頃は可愛いね。男はそれは見たけどさ、後藤久美子ちゃんもそうね。もうすっから同い年だろうね、後藤久美子ちゃんとは。ほんとおばさんになっちゃったね。やっぱ年にはかなわないね。若さにはかなわないと思ったね。男はそれを見て、おかわりトラさんだっけ、あれ見て。わあ、がっかりしちゃった、あれ。あんな可愛い子がね、もうすっかりおばさん。
ああ、同じだね、後藤久美ちゃん、昭和41年生まれだから。おじいちゃんでもね、素敵なおじいちゃんだから、僕は。それ大事よ。多分僕、おじいちゃんも素敵なおじいちゃん。うん、大丈夫よ。うん。ナースミドルってやつね。女性でナースミドルって難しいよな、やっぱ。やっぱ男の方がいいな、やっぱりな。僕はね、そうね、お母さんがね、かわいい奥さん役でドラマ見てた。お母さんがさ、リアルでね、かわいい奥さん役ドラマ、で、結構出てたよね、あの子ね。うん、見てたね。還暦祝いってまだ、もう結構まだ先だけどね。びっくりされないよ、うん。有名人で言ってもさ、あれ、新庄日本ハムのさ、ビッグボスって言われて、あの監督、あの人50でしょ、確か。同い年だと思うよ、確か。ビッグボスって、そうだよ、新庄監督と。そんな変わんないもんね。日本ハムの監督。こんなもんよ、50歳って言ったら。でも20代子供作ってる人早いよな、あれ。早いな、僕も。野間さんなんかさ、あの、そうでしょ、野間さん。もう家族で出てる人。もう子供も二十歳になるんじゃない、そろそろ10代後半からね。まあ、普通は20代子供作ればね、もう50もなればもうとっくに成人してるんだよね。20代の子供作ってればね。野間さんがそうでしょ、あれで、ね。家族で動画アップしてる人も。そう、ママあれでした。あの旦那さん役が今、不倫が出なくなった、あの人ね。なんだっけ、あの人ね。不倫で、ね、ワイドショー出てから、あんまりドラマなくなったな、あの人ね。やっぱ、イメージが問題だろうね。あの人だったね。渡る世間でさ、もうあの旦那役ですからね。やっぱ女性関係はさ、やっぱりドラマであんま出なくなっちゃうね。若槻千夏はタイプではないです。そう、大体20代の半ば過ぎれば、5、6になればね、必要になる。だから、それで妊娠しづらいって言われてるんだ、女性は、ほとんど。子宮内膜症で、みんなそうや、結構、いや、集中、あれ、発表しないだけでさ、例えば、さんまとしのぶちゃんのいいんじゃ、あれ。あの子もね、ひまるちゃん生まれる前に一回流産してんだよ、しのぶちゃんね。そうよ。まあ、知ってる人いるよね。いろいろなとこ見れば、読むやさ。そうよ、あれ。しのぶちゃんもそうよ、あれ。ひまるちゃんが生まれる前に一回妊娠してて、それ流産してるから。結構いますよね。公開して、公にしないだけで。公にしなくてもさ、有名人ってさ、結構、自伝的な本書いてるから、それでね。気をつけないとね、露出多いから。若い子がすごい格好。昨日はすごかったよ、あれ。半袖でさ、へそ出しのシャツでさ、下はさ、ジーパンのさ、短パンだもんな。ほとんど布着ないんだもんな、あの女の子な。結構あの子いるんだ、夏場はね。音が困っちゃうよな、ほんとな。気持ちが高まって、ほんと。見ないようにしてるけどね、なるべく見ないように。大変なの、ああいう子がさ、いや、ちょうど僕、電車の横にさ、ちょうど電車に立っててさ、見ないようにするついつい、たまんないよ、本当ね。で、僕は紳士だから大丈夫よ。あんな子いたら。でも、ああいう子が帰還されるんだと思うよ。だから、世間、世の中に帰還家をいるのはさ、ああいう女の子がいるからだと僕は思うよ、本当。
女の子いるから。だから、帰還がなくなるのは女性側にも問題はあると思うよ。女性の気持ちをさ、高めるような格好するような子がいるんだって、いるから。だからお互い様なの、帰還なんて、ほんと。僕みたいな人だったら大丈夫よ。でも世の中にいろんな世間にはさ、いろんな人いるからさ。いや、あるあるです。町屋と焼き野台だからさ、両方住まいがあるんで、その往復だもん。そう、女の子だってさ、すごいよな。男の気持ちを高めるような格好してるんだもんな。あの格好されちゃうね、人によってはさ、ね、行動を移した人いるかもしれないね。僕は大丈夫だけど。そうだよね。僕みたいな人だけじゃないもんね。人によってはさ、行動を移した人もいるもんね。あんな格好見ちゃったらな、気持ちが高まっちゃうよな。わかんねえ、その人は。誰それ。全然わかんない。それはブラッとくっくるに決まってんじゃないか。帰還される子はさ、それだけの格好してんだよ。男の気持ちをさ、高めるような格好してるんだよ。心理配信は別にやんないよ、僕はね。だいぶ。じゃあ最後だ、最後の。盗賊だ。僕は自殺の原因なんか、そんなの。本人しか死んないよ、そんなの。女子高生でいいと思う。女子高生の方が和彦さんがいたらダメなのって言ってきたら僕は受け入れるけどさ、自分からはいかないよ。自分から言ったら犯罪になっちゃうからね。女の子の方から近づいてね、来たらいや、いいけどね。クイズダービー出てないです。クイズダービー。テレビは出てませんね。クイズダービーって言えばさ、あれ、ケイコちゃんだっけ。あのくん、ケイコちゃんはあれ、ずいぶん変わったよね、あれクイズダービー。あれ、YouTube とかでさ、ずっと見てるとさ、クイズダービーの最初の頃と終わった頃見るとさ、最初の頃ほんとまだ女の子だもんね、あれ、ガチャガチャケイコちゃんね、あれ。終わった頃なんかもうおばさんだもんな、あれ。ケイコちゃん、クズダビで、そう、大橋巨泉さんはさ、よく、ケイコちゃんって言ってたじゃん、あれ。みたいなことあるとわかるよね、クズダビ。なんか番組のケイコちゃんとかよく言ってたよ、あれ、ケイコちゃんって。いや、僕も言ったよ。ケイコちゃん。大橋巨泉さんってよく言ってたよね、ケイコちゃんってね。実際わかんない。番組内でね、言ってたよね、結構ちゃんとよく。結構ちゃんも今、本当おばさんになっちゃったもんな。だクイズダイブに今度比べて、現在見るとさ、今現在いいか、あれ、高畑結構さ、よく NHK 出てんだよね。あれ、連続テレビ小説よくさ、お母さん役とか出てるもんね。出てるし、NHK のさ、
日曜日もう終わっちゃったあれ日曜日のさあれあるよね。そうなるね。攻め込まれるよね、あれ、中東の空間ね。事故だと思いますよ、たまたま。あの子ずっと狂気入院してたもんね、あの子、坂泉ちゃんね。入院体力を弱まってたんで、普通そう。狂気入院しててさ、弱まってたからさ、ちょっとどころだけでしね。それで当たり前、ラジオっ子のテレビ見てると当たり前だよって。もともとテレビはね、ラジオの子会社ってだからね。ラジオ局がさ、テレビ出てきたんで出資して作ったとこあるからさ。それが関連あるんだもん。ラジオっ子ならテレビ見るのは当たり前だよ。それどう考えたらね、わかるか？それ。そういうのわかんない、バンドでさ。大丈夫よ。まあ、そうだね、お金打つから、堺でそんなもんだろうな。それで美味しいよ、歯応えがあって。大塚の、NHK フリーになって、白血病でさ、朝の番組、ちょっと休んでるじゃん、あの人も。ね。一回復帰したけど、すぐまだ入院してね。白血病でしょ、あの人。そうだね、フリーテレビに大塚なんていいんだろう、あれ以外、わかんない、僕。フリーランス、そう、僕が小学校の頃、10歳前はあったよ、普通に映ってたんで、あれ。今だけど、僕10歳前だから、40年以上前か。普通にスーパーで買えた、40年以上前。40年前はね、フリーランスベーコンってね、全然高くなかったの、40年以上前は。下手したらね、普通の、いわゆる今あるベーコンに豚の、あれとね、同等だったんだ、値段って。安いぐらい、クジラのベーコンとか、40年以上前。まあ、小学校1、2年の頃か。捕鯨はやんなくなっちゃったから、あの頃、日本はまだ入ってたからね、捕鯨あそこにね。まあ、小学校低学年の頃は普通に買えた。幼い頃のクジラのベーコンなんかね、豚のベーコンよりね、安いくらいだったの。ベーコンといえばクジラだったっていうか、もう5歳とか6歳の頃か。だから45年以上前かな。あの頃はそうだった。今じゃ考えらんない。ベーコン、ねえ。住んでませんよ。よくは行かないですもん、よく。僕はさ、あれ、地下層にキャンプ行くときは買うけど、普段は行かないで、近くにないから。森田はババアだからいいです。首がベーコンうまくはないです、油だらけで。油きついんだけど、でもあのね、食えたくなるとあの油っかも懐かしくなるけどね。でも、そんなうまいもんない、クジラのベーコンって。同じベーコンでもね、普通の豚のベーコンあるじゃん。あっちの方が全然いい。あっさりしてて。まあ、ベーコンだけどあっさりおかしいけどね、クジラのベーコンがね、脂ギトギトだから。クジラと比べると豚のベーコンはね、すげえあっさりなんだよ、あれ。ロッピーは来たくないね。焼きそばも一枚はね、なんか、アピアの中の、ワイズマートか、ワイズマート。トエルムの中の警察とは。
カフェ見ませんよ。ライフはこっちはないですね、ライフ。ライフはない。ライフは都内の方があるんだよ、都内。町の隣のさ、千両橋の駅前にさ、ライフがあるもんね、あれ。こっちはライフはないですね。町屋もさ、あれ、奥の原公園のあれ、前にあるもんね、ライフ。こっちがライフはないです。やっぱ千葉県は少ないと思うよ、ライフ。だってイオンはどこにでもあんもん、イオンは。一つの捕鯨船って。考えてたよ、おまたのこと。今日は海の日、お、羊変わっちゃったからね。海の日はおまたの日だから。海の日もおまたの日、ね。今日は僕若いからわかんないです。平成の方がわかるな。チャコのか、チャコさ、チャコでじゃ。チャコか、見た目はそう、いいよ、見た目で。見た目大事だからさ。見た目大事なんで、見た目で変態と思う人思っていいからね。まあ、とっさらそんだけだから。思うのは自由なんて思ってくださいね。どうってことないから。どっかの誰かさん、誰とは言えないけどさ、見た目だけで、ね、頭にきませんから大丈夫よ。思う人はどんどん思ってください、ね。どっかの誰かさんみたいに見た目でどうのこうの言いませんから。155センチね。155。今年の健康診断そうだった。去年より3センチ下がってた。身長もそう、勝てるからさ、成長期じゃないわけもう。まあ50だからね。成長期じゃないわけ、成長期の弱、短縮期っていうのかな、あれ。もうし短くなった身長、155センチ。158だったんだよな、あれ。その前はな。もっと短くなってた身長。155。両方低いでしょ。母親なんかで144とか、そんなもんだよ、確か。だから僕も身長低くてね。そう、144とか、そんなもん母親は低かったね。父親もね、母親とか高くてせいぜい150代で、150いくつだから、今と僕と変わんないぐらい。そう、キムタク、あと、あれ。日本ハムの監督の新庄さんと、まあ、そういう、同じ50、あの世代よ。中居君とかみんなの世代。SMAP のメンバーも一緒。SMAP もあの世代50、もうそういうあの世代よ。みんな50、中居君なんかもそうじゃん、あれ。ハゲてもんね、あれね。50ならみんなハゲんだよ。ね、じゃない、50なればね、みんな励んだよ、あれ。そう、実家は千葉みたいね。さっきあったね、あれ。でもね、プロフィール見て東京都出身なんだよね。多分、東京都ちょこっとだけだ、いたの。ちょこっと生まれた東京都って、その後育ったの千葉県なんだろうね、あの人ね。
プロフィール見るとやっぱ、まあ東京への憧れがあるからさ、プロフィールにはさ、東京都出身ってなんだったけどね。そんな顔、恨んでませんよ、僕。僕、こういう素敵な顔だから大丈夫よ。うん、かつこさん、自分でも、こうやって配信動画見てた、ああ、素敵な顔だなーって。ダッチワイフ。気になる人買って買うといいよ、ダッチワイフ。気になる人買ってくださいよ、よかったら。自分で買って手にして、使ってみてください。ね。これ大事。人の話聞くよりも自分で使用してみる。これ大事。ダッチワイフはそうよ。でも、もっとお金に余裕のある人はさ、サプライズ行けばいいけどさ。これ大事。全部大事なこと。ダッチワイフなんか普通に買えるんだから買ってくださいよ、なんか買ってね、楽しんでくださいよ、気になる人はさ。で今度ね、うん、あの子がしたらね、あのホリジーのとこね、あそこ、堀切勝負園も脱出できたからね、あそこ。堀切勝負園の駅から近いさ、あれ、赤蓋堂のビル入ってる建物で、あの上にダイソーができたからな。もう47年です。47年まで。海はね、結構近くにいるからね、いつもね。もちろん海が近いからさ、いつでも行けんだよね。松崎ポンコツ。どうもありがとうね。うん、大阪行くよ、今度。今年、お盆休み行こうと思う。こう四国に行くんで、途中で帰りを寄ろうかなと思ってね。この今年の思い出せば四国に行こうと思うよ。青春18切符を使って四国に行くぞ。楽しみだ。本州出たことないんだもんね、本州。本州って、本州も行ったことないけどな。兵庫県までしかないけど、まあ、ね、本州、うん。本州行くよ、本州出るの今年。本州、四国行く。でも今日はこの辺で終わるね。もういい感じだ。もう0時待ってるし。じゃあまた明日からね、夜が明けて火曜日ね、お仕事頑張りましょうね。おやすみなさいね。ありがとうね。今日はこの辺で終わり。今日は2本飲んで、おやすみなさい。はじめさんどうもね。ガンダーラじゃない、締めはね、この辺で行こうか。今日の締めはね、これで行こう。光元気ちゃん、可愛い男の子。この光元気ちゃんで行こうか。今日の締めはこれで。光元気ちゃん、やめてこれ行こうか。
そう、締めはね、千の風になってて締めは、千の風。お父さん、お母さんのことを思いながらね、千の風になって歌おうかな、最後は。私のお墓の前で泣かないでください。そこに私はいません。眠ってなんかいません。千の風に、千の風になって、あの大きな空を吹き渡っています。秋には光になって、畑に降り注ぐ。冬はダイヤのように、きらめく雪になる。朝は鳥になって、あなたを目覚めさせる。夜は星になって、あなたを見守る。私のお墓の前で泣かないでください。そこに私はいません。死んでなんかいません。千の風に、千の風になって、あの大きな空を吹き渡っています。千の風に、千の風になって、あの大きな空を吹き渡っています。あの大きな空を吹き渡っています。はい、今夜この辺でお待ちください。私はどうでもお休みね、また明日。最後、姫の歌いくよ。上を向いて歩こう。
偉人だ星を数えて思い出す夏の日、一人ぼっちの夜、幸せは雲の上に、幸せは空の上に、上を向いて歩こう、涙がこぼれないように泣きながら歩く、一人ぼっちの夜、思い出す秋の日、一人ぼっちの夜、悲しみは星の影に、悲しみは月の影に、上を向いて歩こう、涙がこぼれないように泣きながら歩く、一人ぼっちの夜。はい、今夜この辺でおやすみなさい。またね、明日からお仕事頑張りましょうね。どうもね、また明日おやすみなさい。